加賀京一郎シリーズ赤い指。赤い指は2006年に刊行された東野敬吾の推理小説。著者が容疑者 X の検診で直木賞を受賞後に発表した書き下ろし長編小説でもある。加賀京一郎シリーズの第7作であり、加賀が練馬書の刑事として活躍する最後の作品となる。本作から、加賀の重廷の捜査一家刑事。 松宮修平や看護師の金森時子など、新参者を除く以降のシリーズ作品にも登場するシリーズキャラクターが生み出された。息子の犯罪を隠匿しようとする家族と、加賀の父親、高政が病床に付した加賀一家の様子を交互に描かれ、加賀親子においては、卒業で触れられてきた確執の詳細が綴られている。なお、本作の観光前に発表している。 新参者収録の短編において、加賀が一皮向けた印象になっている理由について、著者は赤い指での苦労を経て、約束の場所にたどり着けたんだと思います。赤い指によって何かが変わったのだとして本作がそのきっかけになったと述べている。もともとは小説現代1999年12月号に短編として発表された。当初はシリーズ六作目となる短編集。 嘘をもう一つだけの一編として収録予定だったが後に短編向きではなかったと思い直した東野が長編として書き直したいと構想を練り直した背景があり構想6年の期間を経て2006年7月25日に講段社から刊行され2009年8月12日に講段社文庫版が刊行されたなお著者はその6年間は手紙や さまよう派を上司し、犯罪に関わる家族について考える機会が多く、作品の比重をどう置くかに悩んでいたといい、構想6年の内訳を、停滞6年、執筆2ヶ月だったと語っている。また本作は、家族の話であり、加害者側、被害者側と描く中で、事件の謎を解くかがにどんな家族がいたかを描く。 必要があるという著者の考えから、加賀を長く見ていた人物として語り役の松宮が生み出されたという背景がある。このミステリーがすごい。2007年版では9位、2006年の週刊、文春ミステリーベスト10では4位を記録する。ネプチューンのナクラジュンは、東の作品の中で怒りに打ち震えた作品に、さまよう派と共に本作を挙げており、 加害者の少年の母親の態度に一発ビンタを食らわしたくなったとしながらも、親の子に対する愛情は無償だからこそ、考えなくてはならない愛情があるのでは、愛情のかけ方でこんなにも深い闇ができるのかと考えさせられたとして特に本作を進めている。文庫本は2009年8月24日付のオリコン本ランキングの文庫部門で首位での初登場以来、 7週連続首位を獲得し、2010年2月22日付のランキングでは15位の記録とともに100万部を突破し、その年の文庫部門の記録では、富山茂彦の思考の生理学についで2作目でミステリーとしては初となり、著者にとっては2009年8月31日付のサマヨウハ以来のミリオン達成となった。そしてドラマ化が発表された時点では、 累計部数は135万部を記録している。前原昭夫は、妻と一人息子、そして母親と一緒に暮らしている、ごく普通の家庭を持っているサラリーマン。しかし、妻、八重子は義母を疎み夫をなじり続け、息子の直美は神話性に欠ける。そして母、正江は認知症となってしまい、それぞれから問題を与える、家庭は昭夫にとって、 安らぎを与えてくれる場所とは言い難い存在になっていた。そんな家族のもとに少しでも戻りたくないとオフィスにいた秋夫は八重子から早く帰ってきてほしいと電話が入る。切迫した様子をいぶかしみ家路に急いだ秋夫は自宅の庭でビニール袋をかけられた幼女の遺体を目撃してしまう。すべてはなおみが少女を自宅に連れ身勝手な理由により殺害したものだった。 一時は警察に通報しようとした、秋尾だが、八重子に強く懇願され、やむなく息子のために、事件の隠蔽を隠索する。遺体を、自宅から遠ざけるため、深夜に、住宅地近くの銀南公園に、少女の遺体を遺棄するのだった。ほどなくして事件は発覚、練馬署に捜査本部が設置され、捜査一課の若手刑事の松宮修平とそのいとこで、練馬署の刑事、 加賀京一郎は事件現場付近の住宅街で聞き込みを行うことに、事件を追う加賀と松宮もまた加賀の父親で松宮のおじである加賀高正が末期がに侵され今も入院している事情を抱えていた。だが母親の失踪を境に高政との確執を抱えていた加賀はただの一度も高政のもとに見舞いに訪れようとはしなかった。 警護する高政の身を案じる松宮は、そんな、加賀の心情を理解できず、反発心と共に複雑な感情を抱いていた。そんな二人は、数多くの聞き込みを行う中で、あるきっかけから、前原家に疑念を抱き、彼らがついた嘘に肉薄していく。対して、反抗を突き止められるのも、時間の問題と悟った秋代は、最終手段として愚かで非道な手を打とうとしていた。 東野敬語ミステリー新春ドラマ特別企画赤い指新山者加賀京一郎再びのタイトルで2010年に t b s 系、日曜劇場枠で放送された連続ドラマ新山者の SP ドラマとして2011年1月3日21時から23時24分に放送された視聴率は15.4% 本作はドラマから青山亜美が引き続き登場する。以外は、基本設定や展開は原作に準拠するが、時系列は、新山社から約2年前の出来事に位置づけられ、加賀と亜美の出会いや松宮との関係性など、新山社で触れられてきた事柄の詳細が語られた、エピソードゼロ的な内容となっている。本作について、加賀シリーズの中で一番好きな作品と公言している、部は、 本作では、加賀のキャラクターを原作に近づけて演じたといい、新参者では、決め台詞となった、ちなみに聞いてみただけですを用いなかったり、前作にあったコミカルな要素を見せなかったりと、前作のドラマの演出を踏襲しない試みがなされた。本編終了後、加賀京一郎シリーズの最新作のタイトルが、キリンの翼であることが、いち早く発表された。ありがとうございます。